はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今回はですね、前回地獄谷の、お猿をですね見に行ったんですけども、今日はねその続きになります。お猿1日目、本日ですねこちら渋温泉に、やってきました。こちらね、まあ、お猿のところから車でだいたい10分ぐらい、走るとあります。だいたい湯田中温泉か、まあ、渋温泉に、泊まる人が多いようですね。で、渋温泉はこんな感じでレトロな街並みに、魅了される、温泉街となっております。まあ、渋温泉のね大きな魅力っていうのはね、まあ、こういう石畳の細いね路地を、まあ、歩いたりとかね、あとはこういうレトロな、旅館だったりレトロなね遊び場が特徴ですね。結構ね小道を散策しながら巡る、まあ、外湯はもうほんと情緒たっぷりで楽しいですね。でこの辺にもニホンザルが来るみたいで、結構ね旅館の後ろとかに現れるみたいです。それはびっくりですね。で今回泊まるのはねこちらです。渋温泉の月見の湯ですね。渋温泉月見の湯山一屋というところに泊まります。まあ、ここはねいろいろ展望露天風呂とかね、まあ、いろりの宿ということで、まあ、志賀高原のね麓に位置しておりまして、まあねゆったりとねくつろぐことができます。目の前はねすぐね温泉街で景色もいいですね。はい、じゃあね早速晩ご飯の方食べていきます。で晩ご飯は別の、部屋で食べます。部屋食ですね。で今回自分は家族で、ここに泊まりますので、3人で、夕食を取っていきます。夕食はねこんな感じです。すごくね夕食が美味しかった。まあ、地元のね料理ということで、まあ郷土料理ということで、ほんとね、まあ、ビールも美味しいですし、地元で採れたね野菜とかね本当に食べててね、ここの旅館は料理が美味しかったです。今日一日ずっとお猿見てたんでビールが染みますね。まあやはり旅館と言いますと海沿いのところはね、まあ、海鮮系が多いと思うんですけども、山沿いはねまた違ったね料理が出てきてね、まあ、それはこれはこれで渋くてね美味しいですね。まあやっぱ山菜とかもね出てくるしね、まあね山ならではの食事を楽しむことができますね。このお肉もね超柔らかくて超美味しかったです。はい、でこちらニジマスですね。ニジマスもね本当に美味しかったです。僕アユとかニジマスとか川魚の塩焼きめっちゃ好きなんですよね。かまい。はい、そしてね冬といえばこの吊るし柿ですね。こちらもものすごく甘くてとっても美味しかったです。はい、じゃあね食事も終わったのでこちら夜の温泉街を歩いていきたいと思います。で渋温泉は地元の人が毎日利用する外湯、まあ、共同の浴場が9つあるんですけども、これがねなんと面白くて温泉でタオルをまあ買ってその9つのお湯を巡るんですよね。で各お湯にスタンプがありまして、タオルにね一つずつ押していって、それを9つ集めたら最後に温泉街を見下ろす
渋鷹薬師という神社があるんですよ。で、そこに参詣して印受すれば、まあ、満願成就ということで、いろいろね、厄除けやったりとか、まあ、あとね、苦労を流してくれたり、まあ、安産育児不良長寿の、まあ、ご利益があると言われています。そして本日の大目玉、こちら金具屋にやってまいりました。千と千尋の神隠し、渋温泉に来ております。やばーい。はい、今僕は、長野県渋温泉に、あります旅館金具屋に来ております。こちら見てください。ババン、千と千尋の神隠し、と言われる旅館ですね。まあ、千と千尋の神隠しは、まあ、日本の四万温泉だったりフィリピンだったりいろいろありますけども、まあ、こちらも一つね、渋温泉、千と千尋の舞台と、モデルと言われている旅館でございます。旅館の名前は金具屋でございます。綺麗、ライトアップがいいですね。はい、で一回ねトイレ休憩をしに旅館の方へ戻ってきたら、こんな風に団体さんがいましたね。結構ねどこの旅館も賑わってます。温泉街の神社、温泉街の高台にポツンとそびえ立つ神社でございます。シャキーン、こんな風にね温泉卵もあります。はい、そして温泉といったらこちら温泉卓球ですね。これあのめっちゃ驚いたんですけど、なんとこの卓球無料ですることができます。いや、びっくりですよね。だいたいなんか30分何円とか1時間何円ってあると思うんですけど、これもう温泉街外からもう適当に勝手にあの入って、で勝手にラケットとボールも置いてあるので、もう勝手にねもう自由に卓球をすることができます。で卓球台も2台あって、僕ね温泉卓球って毎回絶対やりたい派なので、あのめちゃめちゃテンション上がってしまいました。何？あと射的ね、やっぱりレトロといえばこちらですよね。射的も外せません。はい、でね歩いて、まあ、旅館をね見ていたら、僕のひいおばあちゃん家にそっくりな旅館がありました。これめっちゃなんか懐かしかったです。はい、こちらがね志賀高原を源流とする横湯川ですね。この川沿いにね渋温泉は建っております。はい、そしてね温泉街を一通り歩いたので、最後ね、こちらの居酒屋で、締めとしましょう。いやー本当に温泉ではねもう料理美味しかったし、温泉街も最高でしたし、まあ、レトロな感じとかね、あとはね懐かしかったですね。懐かし風景もたくさん広がってたし、そしてねもう温泉もあったかくてよかった、お猿もよかった。それの締めでね最後こちらでね飲んでゆったりとしていきます。
で、今度はね、またね、夏とかにも来てみたいですね。夏もね、お猿さんを見て、で、またここに泊まりたいなって思いました。まあ、あとね、気になってるのは、もう一つ、湯田中温泉っていうのが近くにあるので、そちらもね、ちょっと行ってみたいなと思ってます。皆さんもね、こちらに来た際はね、ぜひね、渋温泉ね、泊まってみてはいかがでしょうか。また次回ね、お猿の動画2日目を出していきたいと思っていますので、またね皆さん、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。